プロ野球界には切れると怖いと言われる人物が多数存在し、テレビ中継などでは柔和な表情を見せ、高校野と言われていた関根潤三も、ひとたび選手が怠慢プレーなどを見せると、舐めてるのと凄むこともありました。そんな中でも、この人だけは切れさせてはいけないと言われていたのが、巨人の監督を2度務め、4度のリーグ優勝と2度の日本一の実績を持つ藤田元氏です。今回の動画では、藤田の切れたエピソードを紹介しつつ、その裏に隠された選手の操縦術などについても触れていきます。肩を痛めた腹に、辰徳シャツを脱げ。監督としての印象の強い藤田ですが、現役時代は太く短いという表現がぴったりの選手でした。慶応義塾大学から社会人を経て巨人に入団した藤田は、入団当時の年齢が26歳と、現在のプロ野球で言えばオールドルーキーにあたる年で、プロ1年生を迎えます。プロ入り直後から先発リリーフと投げまくった藤田は、2年目の1958年に58登板して29勝を記録。翌年も27勝を記録し、最多勝に輝きました。しかし、プロ入りわずか3年で、924イニングに登板していた藤田の肩は、すぐに悲鳴を上げ、現役生活はわずか8年間で幕を閉じました。藤田は現役時代を振り返って、社会人から入って早く実績を残せたのは良かった。確かにもう少し慎重に投げていれば、10年以上の現役生活を送れたかもしれないですが、3年目で最多勝を取れたので、満足いく現役生活でしたよ、と語っています。そして、巨人と太陽のコーチを歴任し、1980年10月、長嶋茂雄の解任を受けて、読売ジャイアンツ第10代監督に就任。さらにこの年限りで現役を引退した王貞治が助監督に就任し、ヘッドコーチにも将来の監督候補と言われた牧野茂が収まったことで、トロイカ体制と呼ばれていました。就任当初は絶大な人気を誇る長嶋を窓際へ追いやった男と世間から大きなバッシングを浴びることもあり、藤田の自宅には熱狂的な長嶋ファンからの抗議の手紙が殺到。中には脅迫状をめいた文章が記されているものや、カミソリの入った封筒などがあり、藤田は監督就任1年目でリーグ優勝と日本一を達成しますが、メディアからは冷淡な反応を示され、選手が活躍しているのは、みんな長嶋が伊藤キャンプで鍛え上げた選手だ、と言い、藤田より長嶋の功績を称賛していたのです。指導者として、日本海軍連合艦隊司令長官だった山本五十六の、やってみせ、言って聞かせてさせてみて、褒めてやらねば人は動かじ、を座右の銘としていた藤田。選手思いの一面も非常に強く、入団1年目の練習で肩を痛めた原辰徳に、辰徳、シャツを脱げと原の部屋にわざわざ自ら出向いて、持ってきた軟膏を肩から背中まで丁寧に塗ったエピソードもあり、この時原は、この監督のために働こうと決意したとも語っています。これほど選手ファーストの監督もなかなかいないと言われていましたが、実は藤田は自他ともに認める瞬間湯沸かし器の一面も持ち合わせており、特に投手に対しての要求は非常に高いと言われています。自分で何とかしろ、ブチ切れでサジを投げた藤田。監督としてのキャリアを歩み始めた頃の藤田は、特に先発投手への注文が多かったといい、当時、巨人のエースとして活躍していた江川卓は、藤田さんは7回まで投げたら次の日はベンチ入りしなくていいとか、こっちの言うことも聞いてくれたけど、ひとたびテンポの悪い投球をすると、マウンドから見てもわかるくらいに激高していた、と語ります。江川の言うように、藤田はとにかく投手陣に対して、テンポよく投げろとの指示を出しており、同じように打たれるなら、じっくりと時間をかけるより、早いテンポで投げた方がいいと言われるほどでした。珍しく、江川がコントロールを悪くして、ランナーを貯めると、投手コーチからは、頼むからランナーを貯めないでくれ。監督が横で切れ始めるともう手がつけられない、と頼まれたこともあったそうです。また、
あまりに不甲斐ない投球をしていた時には、藤田監督が自らマウンドまで訪れ、いい加減にしろ、お前が出したランナーなんだから、お前で責任取って後を打ち取ってこい、と一喝されたこともありました。江川は藤田監督について、自分が打ち込まれた時にベンチから歩いてくる監督は鬼の形相で顔を真っ赤にして本当に恐ろしかったと言い、ピンチのシーンでは、相手バッターよりも藤田監督の方が怖いんですよ、本当に皆さんあまり知らないと思いますけど、と藤田の恐ろしさを何度も繰り返し語りました。そして藤田が監督時代に一人前にしたと言われている斉藤正樹も、このブチギレの被害者の一人と言われています。斉藤はドラフト1位で巨人に入団しながらも、ここぞの場面で気の弱さが露呈し、のみの心臓で気が弱いという評価を下されていました。一時は斉藤の高い打撃センスと守備に惚れ込んだ王監督が、ショートとして斉藤を育ててみてもいいはず、うまくはまれば巨人のショートは10年安泰とコンバート案まで持ち出されたこともありました。1985年に斉藤はチーム最多の12勝を挙げますが、気弱な姿を見せる場面を嫌った王監督時代は、1、2軍を行ったり来たりする不遇な時代を過ごします。しかし1989年、斉藤は再び巨人の監督に復帰した藤田から、キャンプ中に、お前な、のみの心臓だなんだと言われてるけど、ピッチャーはそれが一番必要なんだ。繊細で用心深くやっていくのがピッチャーなんだよ。のみの心臓でなきゃピッチャーなんか務まるか、と諭されたと言います。この言葉について斉藤は、すごく優しそうな言葉に変換されていますが、この時はもっと度胸をはらんだ言葉で、俺がいないとなんだこの体たらくはってめちゃくちゃ怒られましたよ、と世間に公開されているエピソードと若干の食い違いがあると明かしました。斉藤は前年に高校時代のマネージャーと結婚をしており、何としても成績を残したい年でもあり、藤田からの脅しに近い勝つに応えるべく猛練習を重ねたといいます。しかし開幕して1ヶ月ほどが経過した5月の広島戦に登板した斉藤は、立ち上がりから広島打線に捕まり、3安打に2つの四球が絡まって3失点。また、この時の斉藤の投球は、1球ごとに時間をかけた上に、四球で傷口を広げるテンポの悪さが目立ちました。もちろん藤田は斉藤の投球に怒り浸透状態となり、2回表に斉藤に打順が回った時点で、懲罰の意味を込めた交代を指示したのです。この時の藤田の様子を斉藤は、めちゃくちゃ怒ってましたね。際どい打球をなんとか野手がアウトにしてくれたのに、次の打者を歩かせるような藤田さんが一番嫌う内容でしたから、もう交代を告げられた瞬間から怒ってました、と語っています。あまりに不甲斐ない投球を見せた斉藤に対して藤田は、次の対応戦で投げろ、と中2日での先発指示を出します。この異例の期間での先発指示についても、斉藤に挽回のチャンスを与えた恩情采配と報道されていますが、斉藤は藤田から、次の対応戦で絶対に結果を残せ、不甲斐ない投球ならずっと2軍にいろ、と降板直後に怒鳴りつけられ、その場ですぐに次回の登板日が決定したと言われています。そして迎えた5月10日の対応戦、斉藤は前回と同じ内容ではまた藤田に雷を落とされると思い、初回から飛ばしに飛ばして対応打線を抑え込みました。打線も斉藤の熱投に応え、先制に中押しと得点を挙げ、8回までに5点を奪い4点をリードします。斉藤は8回のマウンドに上がるときは、中2日で目一杯投げていたのでかなり足に来ていたけど、自分から交代するなんて言えないのでそのままマウンドに向かいました、と体力的に限界が近いことを感じていました。斉藤の予感は悪い意味で当たることになり、太陽に3点を追加された上に逆転のランナーを塁に出します。しかしここで藤田は限界に近い斉藤を降板させず、ベンチからの指示を伺うような斉藤の目線を一切無視したのです。この場面を藤田は、
大体僕はあの時の斎藤のようなああいう若い人がもうちょいで皮がむけるなという時には無理して投げさせたんです。自分でまいた種は自分で枯れ、人に買ってもらうなんて思うなと言って帰ってくるんですよ、と語っています。もちろんマウンドから帰ってきた斎藤に対しては、お前がランナーを貯めたんじゃないか、自分で全部処理して帰ってくるつもりで最後まで行け、と怒声を浴びせられながら9回のマウンドに向かいました。結局斎藤は9回を無失点に抑え、巨人は5対4で勝利します。勝利投手となった斎藤は翌日の新聞に、粘れ斎藤、藤田監督辛抱の続投、体制期待、8回ピンチにも動かずと大きな見出しで掲載されましたが、僕の立場は体制期待ってよりも首覚悟で投げていたのと、とにかく藤田監督を怒らせてはいけない一心で投球していました、と当時の状況を振り返っています。藤田を怒らせない思いで投げた太陽戦の勝利をきっかけに、斎藤はその後前人未到の11試合連続完投勝利を記録し、6月16日の試合では延長10回を一人で投げ切り、平成の大エースと呼ばれる選手へと成長しました。やはり怒らせてはいけない人からの激励は選手にとって抜群の効果を発揮したようです。また藤田は常にあらゆる報道をチェックしており、オールスター休みが明け後半戦がスタートした時、広報を監督室に呼び出し、お前なんだあの番組は、と鬼の剣幕で怒鳴りつけたことがありました。確かに選手が出演した番組はバラエティ色の強い番組で、巨人のことを茶化すような演出がされていたのも事実でした。広報担当者は、ああいった内容とは思わず出演を OK してしまい、と謝ろうとすると、藤田はさらに激高し、俺が言ってるのは内容云々の話じゃない、勝負の真っ只中に気を抜くようなことをして選手がヘラヘラ笑いながらテレビに出ているのかってことだ、とシーズン中はいかなる隙も見せてはならないと広報担当者を厳しく注意しました。監督としての手腕を発揮していた藤田ですが、実はコーチ時代に暴力団絡みで謹慎処分を受けたことがあり、諸説の中にはこの出来事以来、藤田を怒らせるととんでもないことになると噂されるようになったと言われています。暴力団を使って説得工作。藤田は巨人のコーチ時代、副業として漁網の製造・修理の会社の役員として名を連ねていました。実質的な経営や取り仕切りについては義理の兄弟が行っており、藤田自身は会社運営などに口出しなどを行わず名義を貸している状況でした。しかしこの会社の役員が社内の方針に反旗を翻し、社内で意見に賛成をする人物たちを集めてクーデターのような動きを見せたのです。この行動に手を焼いた社長は役員に退職をしてもらうよう説得を試みますが、会社にとって有益な提案をしているとこの役員は取り合いません。困った社長は役員と親しいとされる人物に協力を依頼し、説得に加わってもらいます。しかしこの親しい人間が実は暴力団関係者であったことから、話は大きな歪みを見せます。説得を依頼した人物から会社に、辞めてもらうためには手切れ金目的で30万円ほどが必要と言い、なぜかこの30万円を藤田が手渡したのです。そしてこの暴力団関係者はこの30万円を自分の懐に収めるため役員に対して、俺の言うことを聞かんならお前をさらっちゃうぞ、暴力団の怖いことは知っているだろう、と脅迫。この人物が後に脅迫と詐欺の疑いで逮捕され、この指示を行った人物として藤田の名前が挙がりましたが、当初は警察側も藤田を被害者として扱っていたため、マスコミなどにも名前を明かすつもりがないはずでした。しかしこの事情をすべて知るという人物が新聞社に一連の出来事を匿名の電話で明かしたことがきっかけとなり、藤田は当時のオーナーである正力徹から当分の間謹慎とするとの処分を受けました。このことから藤田のバックには暴力団関係者がいるのではとの憶測が飛び交うようになり、いらぬ警戒をもって藤田に接する人物が増えたと言われています。
藤田の瞬間湯沸かし器と言われた振る舞いは、選手を掌握するためのパフォーマンスか、それとも本当に怒りに任せてブチ切れていたのかは、今になっては分からずじまいですが、監督として巨人に多大な功績を残した事実は、今でも語り継がれています。今回は、本当に切れさせてはいけない人物として、藤田元氏を紹介しました。